ここからは子どもたちの素朴な疑問に答える教えて石川さんのコーナーです。そしてゴールデンウィークで引っ張りだこの石川さんですが、今日はスタジオに来てくれました。ありがとう石川さん。そして無事スタジオにも入りました。さあ今回は綾乃ちゃん6歳の女の子から寄せられたこんな疑問です。ゴリのお料理ってどんなものなんですか。でスタッフが聞いたところ、おばあちゃんから今は見かけなくなった魚で見た目は怖いけど美味しいお魚だったんだよと言われ気になっているそうなんです。さあ向山さん、ゴリは知ってますか。いや初めて聞きました。うん、え知ってますか。名前は、はい、分かってるけどちゃんと見たことないですね。見たこともないです、うん、私も、ね、ということでそもそもゴリというのはどんな魚なのか石川さんと取材班が調べてきてくれましたよ。石川さんたち取材班が向かったのは金沢の山の中。浅野川につながる上流の川にゴリが住んでいると聞いて、ゴリ漁に詳しい金沢漁業協同組合の八田組合長に来てもらいました。まずゴリってどんな魚ですか。金沢ではカジカのことをゴリと言います。ゴリと呼ばれる魚は地方によって違うそうで、金沢では体長10センチ前後の淡水魚カジカを指します。ちなみにゴリは漢字で書くと魚偏に休むと書くんです。その理由を聞くと、こういう石と石との間の石の裏の方におるんですけど、そんなにしょっちゅう動いてないでずっと止まってるんです。ゴリは泳ぎがあまり得意ではなく、石と石の間でじっとしていることが多いんだとか。それで魚偏に休むと書いてゴリなんですね。みんなが知っているあの言葉もゴリが関係しているそうですよ。自分の主義主張を通す、まあ何しろゴリ押しっていうんですけど、ゴリ押しはこれから出たもんです。八田さんが持っている道具が関係しているんでしょうか。石の上でこれをこうやって石を動かすわけですね。そうするとゴリがびっくりしてこれの中に入るということなんですけども、無理やりゴリを追い出す漁法からゴリ押しという言葉が生まれたんですね。そんな身近な存在だったゴリも最近はあまり見かけなくなり、ゴリ漁をする人も少なくなったそうです。濁り水が出たりしてそういうのが埋まってしまってしまうと、ゴリはどうしても生存できなくなりますので、川の工事などによってゴリの生息エリアが少なくなって徐々に数が減っていったと言われています。今ではゴリは貴重な高級魚なんです。取ってゴリって取れないんですか。ちょうど今禁漁期間なんですよ。だから3月1日から5月31日までゴリは取ってはいけません。残念ながらゴリを見つけることはできませんでした。でも安心してください、石川さんがゴリ料理を提供している店を見つけてくれましたよ。やってきたのは金沢駅前にある高崎屋。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。大将の高崎治さんです。これがゴリになります。いました、ゴリです。県内で出回るゴリはとても少なく、この店ではこの時期新潟県から仕入れているそうです。確かに見た目はちょっと怖いかも。でも昔からの金沢名物の中の一つに必ずゴリっていうのが入ってますから、小さくてもとても甘みも強くて香ばしさとかもう美味しさは格別ですね。
それではゴリ料理見せてください。川魚は生きているのを料理するっていうのが基本なんですね。まずはお刺身。身は2切れしか取れませんね、片身ずつ。ちなみにゴリの価格は1匹500円ほどするそうです。この大きさでこのお値段、確かに高級魚です。二品目はダイレクトに味わい出るの唐揚げが一番やと思います。このゴリの味堪能できるの。低温からじっくりと揚げていきます。そしてお嬢様、これがゴリです。とゴリのセット、お刺身と唐揚げです。これが金沢名物ゴリの料理です。プリップリの綺麗なお刺身にゴリを丸ごと使った唐揚げ、どんな味なんでしょうか。地元の人も食べたり知っとる人も少なくなってきてる料理なので、一度食べられたらまた食べたいなってなると思うんで、まあぜひ一度食べてみられたらどうかなと思います。そんな絶品のゴリ料理、石川さんがスタジオにお届けします。ということで今日は高崎屋さんから特別にゴリ料理をデリバリーしてもらいました。ありがとうございます。そして新見さん、どうぞ、はい、召し上がれ。はい、いただきます。1匹500円ですからね。ね、本当ですよ。貴重ですよ。貴重ですよ。いただきます。いい音。いいです。サクサクっとしてます。おいしい。おいしい。おいしい。香ばしい。すごい、でも味しっかりしてます、本当に。さあ、ちなみにゴリ料理と言いますと、私なんかはゴリの佃煮を思い浮かべるんですが、実はこれゴリの佃煮というのは今食べたゴリとは種類が違うそうなんですよ。こちらのゴリはハゼ科の浮きゴリなどを使っているそうで、金沢の郷土料理に使うゴリというのはこの複数の種類を合わせてゴリというふうに呼んでいるんだそうです。ということで、綾乃ちゃんの疑問、ゴリ料理ってどんなものですか、解決しましたでしょうか。ちなみにゴリ料理は石川さんが調べただけでも金沢市内に4店舗で提供しているということで、綾乃ちゃん、ぜひおばあちゃんとお店に行って味わってみてくださいね。さあ、番組では子どもたちからの質問を募集しています。こちらの石川さんアプリ、そして二次元コードから読み取ってですね、投稿をしてください。お待ちしています。以上、教えて石川さんのコーナーでした。